契約解除？気づいてたでしょう、そろそろって。お互いの方向性の違いということで理解してあげましょう。引き際ですよ。業界にしがみついて早20年。昔アイドルやってたんですか？見えない。全然。スタート。触れた経験一度もなし。これからどうしろって言うんですか？人生崖っぷちの元アイドルに舞い込んだピンカートン。ピンカートン再結成ライブしようと思ってます。まさかの転機。やります。本当ですか？いや無理に決まってるでしょ。私たちはまだ優子のこと許してないんだから。何か言うことないわけ？は？何が？やるなら5人でやらないと意味ないでしょ。葵がいないとダメだと思うよ。ほんとブスが調子乗るとろくなことないですね。ですか。ですね。必死だった葵、もう一度所属したいって。なんか痛いよね、昔良かったことにすがって必死に頑張ってる女って。なに、ちょっと、ゆうこさん、ゆうこさん、大人になったら仲直りって言わないんだよ。謝罪って言うんだからね、そういうのは。いつの間にか大人になって、いろいろあったけど結局何もなかった。絶対成功させましょう。人生も折り返し、これから何する？ピンカートンに会いに行く。ちょっとどういうことですか？何やってんすか？